まあ、いろいろ上乗せのトリガーがありますね。電脳ラッシュ、電脳ハック、そしてエピソード AT、 この辺はもちろんのこと直撃 AT なんかもねお送りできればと思いますんで、頑張っていきます。ハチコマちゃんがかわいかったけど、あんま歩き寄る様はちょっと気持ち悪いわ。今ね、福岡でせやかゴケグモのね大量発生しとっても怖かったよ。クモンゴタン頼むよ。レインボー、ありがとうございます。天国続いちゃってます。ミッションコンプリート。さあ、先ほどのワンセット何もできなかったんで、上乗せ何もなかったんで、頑張るよ。お、いった、研究棟行きました。何も引けん、何も引けん。終わる、終わってもうた。お、終わったけど飛んできたよ。間に合ったぞ。スイカやで。ハック、スイカ中。1ゲーム遅かった。ラッシュください。あかん、下皿はガチガチなんですけど。地味、まだ天国続いてくれることを祈ります。とはいえ当たりました。スイカ350枚、相当し400枚になってしまいました。復活、 OK。 さあラスト、20ゲームは赤枠なんでね、天国やってください。お願いします。何ね、何のあったと、ありがとう。全然わかりません。複数セット当選、どっかで何か乗ったと、何なの。とはいえ行こう、本日初のリセット継続。ちょっとここで暴れてくれ、頼む、俺を返して福岡に。待ってた。さらっとうなずくね。頼むよ、頼むよ。そう、そう。
笑って笑って笑ってくれ、笑うわけ。これことごとく失敗してますもんね。今までと順番ちゃうで。最後がな、これがね普通なっちゅうねん。お願い。ハードルだけ。スイカ揃ってさらって終わりでどういうことよ。パック強チェリー引いて高額リスティックかなと思ったら、さらなるハックちゃん A でなんか直当たりしました。こっちがどっちかわからんけど強チェリーの可能性もあります。直当たりです。やっぱいいやつかもしれんこいつ。ありがとう。はい、レインボースタヤに行かんば意味のわからん。あ、ここでいいだってこと。めちゃくちゃけど、これ陰謀やしね。そりゃそうよね、そりゃそうよね。どれかちょうだい、どれかちょうだい。ハードルだけは。おっ、あの立ちこまちゃうやろ。ほら、さっき負けたけど頑張って倒して、倒しちゃえ、倒しちゃえよ。頑張って、頑張って。もうかわいそう、こんな負けたら。頼む、出ろ、弾弾いった。やりました、ようやったね、たちこまちゃん。はい、電脳ラッシュです。先ほど8ゲームだったんでね、継続させたいね。 50% から 80% まで継続あります。3ゲームから8ゲーム、長く長く、より長くクリーンで。青よりいいやろ。このこのこの、いやいやいや、白はやばいよ。4ゲームでしょぼすぎやろ。いけ。復活パターンとかあるんだね。3ゲーム、最低の3ゲーム。頼むぜ。はい、天皇ハック。じゃあラッシュ来い、じゃあラッシュ。ほら、キリンがだ。ほら、ほらって言ってた。エピソード、エピソード。勝って。はい、避けて、まずは避ける。そして避ける。え。
からの復活パターン、これ来た。いいよいいよいいよ、やっと派手になった。ありがとう電脳ラッシュ、今度こそ後継続レインボーとかあっちゃないと。青でした、青の方が続いたもんね。いくでからのからのリプレイね。もう一丁、はいはい、紫これは突破できる、ほれほれレインボー3つ追って15、キャラトリプル、確かも日中、どうしようどうしようどうしよう、どの挟むか、どのどう、それぐらいの算数できるわ。まだ来い、まだある、どのどの15、やっぱり15、頼む頑張って頑張れ、まあ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 60いきましょう、まあまあいいよ、乗していこう、はい、225ゲーム消化することができました。そうマッチありがとう。待ってんの、わかりました。あ、うん、そう、サングラスしてるけど何も見えない、ごめんごめん。いや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 、人生の方終了しました。回収はね1144枚、そしてね年が400枚でしたんで、744枚のプラスというところになりましたけどもね。いやー、高額業態スタンドアローンコンプレックス見えへんわ、あの台はね、まだあの解析も出揃ってないですけども、挙動から行くともうあんなもんもね高設定でしょ、ほんとね、僕はそう思いますよ、ほんと。いやでもね、やっぱこうとにかくね原作が見たくなった、この両目でしっかりね原作を見たくなった。やっぱね原作の人気が高いのがねよく分かりました。うん、でやっぱスロットとしても出面もねやっぱ綺麗だし、あのやっぱあのリールがね1コマね20コマっていうなんか目押し優しいと思いますんでね、ぜひあの私みたいなねあのスロットベタのね初心者の皆さんもぜひ叩いてみてはいかがかなと思いますよ。まあちょこちょこっとね上乗せありましたけど、俺あのこの間もなね初めて打った時スイカで電脳箔で300とかあったんですけどね、俺の脳裏には焼き付いてます。ただそれをねお見せすることができないんでね、ちょっと残念でございましたけども、まあ最終的なまあ感想と言わせてもらえれば、この番組にはまあ不向きな台だったなと、こういうところですかね。今日も遅い時間までありがとうございました。私明日5時起きなんでね、今日は今夜はサックをはめずに真面目に就寝したいと思います。剛腕性街道物語、また次回ぜひお楽しみに。ありがとうございました。眠いとこ。僕らはまだ地図のない旅を始める、色褪せた瞬間を破り捨てて、どこまでも続くこの道の彼方には安らぎの楽園が。